こんにちは、タクです。今回は3月に大阪に訪れた時のものですけど、難波の高島やダイニングメゾンにあるロビーカフェファシーノさんにお伺いしてきました。店内は白を基調としたスタイリッシュな高級感のある空間で、ちょっと僕みたいなのは場違い感半端ないんですけど、実は夜には平日休日関係なくケーキのオーダービュッフェを開催しているんです。90分制で価格はこの時よりちょっと上がって今は3300円なんですけど、ここにあるケーキや焼き菓子、アイスにソフトドリンクが全部食べ飲み放題という素晴らしいプランなんです。そして提供されるケーキはお店で販売されているケーキと同じで、提供は少し小さめにカットしてくれるのも嬉しいポイントです。ショーケースを見ると1個1000円くらいするものばかりなので、それを少しずつ味わえるのがとてもありがたいですね。では食べ放題を始めていこうということで、最初に注文したのはウーロン茶に定番のショートケーキとこちらのフルーツタルト。では早速いただいていきましょう。ではいただきます。ウーロン茶を飲みつつ、まず最初は王道のショートケーキ。この動画でも伝わるくらいのスポンジのしっとり感と柔らかさ、これすごくないですか？そして食べてみてもとにかく軽いし、甘さも控えめで食べやすいです。タルト食べ放題のデリスさんでいただいたショートケーキとかもですけど、少しお高めのショートケーキってこう甘さがガツンとしたものを好みそうな若い層より少し上の層をターゲットにしていることもあって、こういった甘すぎない味でいいですよね。大きさも多分半分くらいで提供されているので、終盤でも食べやすいくらいだと思います。続いてこちらのフルーツタルト、平たい感じのタルトではなく、中にクリームをたっぷり挟んだドーム型になります。こういった名前だけ見ると何の変哲もないどこの店でもありそうなメニューでも、お店によって見た目だったり味だったりが全然違って面白いですよね。使われているフルーツはオレンジやキウイ、ベリーにグレープフルーツなど様々で、タルト台はサクサク系ではなくしっとり系みたいな感じでした。中心のクリームはババロアやムースみたいな軽い感じで、見た目は大きいですけど、こちらもさっぱりといただけるものになります。他の方もおっしゃっているんですけど、もう接客が本当に良くて、食べ終わると同時かちょっと前に次のオーダーを聞きに来てくれるんですよね。それで提供も早いのでタイムロスはあんまりない気がします。そうして次に注文したのがブルーベリーのチーズタルトにモンブランのタルト。まずはモンブランのタルトの方からいただきます。これは横から見てわかる通り、もういろいろ詰め合わせってくらい層になっていて、上からラム酒の効いたマロンペーストに薄い生クリームと、これはスポンジかな、でチョコのスポンジを挟んで、下にはたっぷりの栗片入りのクリーム。タルト台はさっきのフルーツタルトや横のブルーベリーとは違って、こうダマンド台っていうんですかね、しっかり厚みがあってサクサク系の食感だったらしいです。だったらしいというのは、まあ、正直もう9ヶ月以上の動画なので、まあ、あまり食感を覚えてないんですよね。まあ、ただ過去の自分がブログにそう記していたので、まあ、多分そうなんだと思います。そしてブルーベリーのチーズタルト、表面が一切のデコボコもなくびっちり平面にブルーベリーが敷き詰められていて、その下にはチーズの層、ベイクドレアくらいのチーズ感だったかなと思います。まあ、ブルーベリー×チーズは外れないよねって感じで、さっきのモンブランタルトがこってり甘めだったので口直しにとっても良かったです。やっぱり旅行だといかに滞在している短い期間にいろいろ巡れるかが大事で、前日にもカフェプラス食べ放題をして、この日も朝から4軒巡った後にやってきたので、軽めなものが本当に重宝されますね。でもそんな言い訳はなしで、目標はもちろん全種類制覇を狙っていきます。3皿目はガトーショコラに女峰のタルト。まずは女峰のタルトからで、こちらは通常メニューではなく訪れた3月限定のタルトだったんですけど、なんとワンカットで1800円、半分にしても1000円分くらいになるので、これが食べ放題に含まれているというのはもう素晴らしすぎますね。ハーフサイズでもこのいちごの量、女峰というのはいちごの品種で、小ぶりながらも甘みと酸味のバランスが良く、とちおとめが登場するまでは東日本の代表的な品種だったそうです。もうとにかくいちごが美味しくて、もうそのいちごが使われたクリームも酸味が良くて、もういちごを存分に堪能できる至極の一品って感じでした。でそんないちごタルトとは対をなすような存在のガトーショコラ。ガトーショコラといっても翌焼きであるかっちりめのタイプではなく、トロットロタイプのクリームで構成されていて、金粉をのせたツヤのあるチョコグラサージュに、とろけてかつ濃密なチョコ感のあるクリーム、そしてココアスポンジ、
チョコケーキ好きにはたまらない味わいと、お店の雰囲気にもぴったりな高級感のある見た目で、こちらもお気に入りのケーキでした。これでカットケーキ系6種類は食べ終えて、これで多分すでに元が取れてしまっているというお得さです。まだまだ残りのメニューも食べていきます。ケーキだけじゃなく、こういったメニューもあるのがありがたいポイントで、ロールケーキにコーヒーゼリー、そしてマカロンにカヌレ、カヌレはなんとピスタチオ仕様で、これにはめっちゃテンション上がりました。実際は日替わりとかで、他の方の動画で予習していた時にはピスタチオもあったけど別の味が提供だったんですけど、今回は見事にピスタチオで、普段は本当に無口な僕なんですけど、本日のカヌレはピスタチオになりますって言われた瞬間によっしゃって声に出しちゃうくらいには嬉しかったです。ちなみに食感はもっちりタイプで、ピスタチオの風味はほんのりって感じでした。横のマカロンはフランボワーズ味だけど、中に挟んであるのは多分チョコクリームだったかな。はい、久々にマカロン、できればトゥンカロの食べ放題がしたいですね。そしてコーヒーゼリーは生クリームがたっぷり乗った贅沢な感じで、あんまり苦いのが得意でない僕でも食べやすかったですし、やっぱり甘いの続きだとコーヒーゼリーってちょっぴり助かりますよね。普通のコーヒーはあまり好みませんが、コーヒーゼリーで口直しをするのが僕のスタイルです。お隣のロールケーキはクリームがたっぷりのタイプ、中まで生地が巻かれてクリームが少しってものじゃないのが嬉しいです。この時は3月なこともあり、クリームの味は桜、まあ、あまり桜は好まない僕ですが、このクリームの桜は強すぎないからか、まあ、そんな好みとか関係なく食べられる味で、まあ、美味しくいただきました。そしてそろそろ終盤に差し掛かり、好みのものも少しずつリピートしようということで、こちらのセット、いちごの花園の中にうっかりティラミスもつけちゃいましたけど、まあ最初に食べちゃえば問題なし。一皿に4つとか乗ってますけど、確か個数に制限はなかったはずで、まあ、それもあって90分という時間でも存分に食べることができるんです。で、このパフェは季節のフルーツパフェで、見ての通りいちごのパフェ、バニラアイスにベリーソースがかかっていて、ちょっぴりアルコールを感じた気がしますが、まあ、真相は不明です。あとはさっき食べたショートケーキと女峰のタルトをおかわりしました。最近の動画は社会人になってからだったので、まあ、普通の黒髪で登場しましたが、大阪や京都、愛知の時はかなり髪を染めていたので、もうめっちゃ髪色紫ですね。まあ、順番バラバラすぎますけど、多分次回は京都の抹茶巡りみたいな動画を出すかもなので、まあ、それも髪色紫だから、なんか編集してると大学時代を思い出して懐かしい気分になりますし、まあ、視聴者の方もなんか懐かしいなーっていう感じで見てもらえると思います。まあね、やっぱり大学の時しか基本こんな髪色できないと思うので、この動画を見ている大学生の方で派手な色に髪を染めるか迷っている方は、ぜひ一度やってみるといいと思います。まあそんなこんなで、いくら提供時間が早いと言ってもラストオーダーの時間は来るわけで、最後はまだ注文していなかったアイス4種類と日替わりスイーツ、あとカヌレを注文しました。このピンクのが日替わりスイーツのセミフレットで、なんかアイスケーキみたいなひんやりとしたちょっと固めのシャーベットっぽさとケーキのようなふわっと感を合わせ持つスイーツで、久々に食べました。味はこちらもいちごですね。あと4種類のアイスはバニラ、抹茶、レモン、フランボワーズって書かれてましたけど、確かフランボワーズの代わりにこの日はメロンだったと思います。はい、これでこの日の全メニュー制覇達成しました。このケーキバイキングは食べログから予約可能で、18時から19時に30分おきに予約できます。で、この時はなかったんですけど、今は予約の方限定で、お店の人気メニューナポリタンの S サイズが1回注文できるそうなのと、あと1月までは今回のオーダースイーツビュッフェとは別にプレミアムオーダースイーツビュッフェというのがあって、マハラホテルの新パンケーキがワンプレートついたプランが登場していました。ぜひね、大阪ということで、ちょっと僕の視聴者の方は行くタイミングが難しい方もいるかもですが、難波で駅直結の休日も開催していて予約可能ということで、お伺いしやすいと思うので、ぜひ大阪に旅行することがあれば行ってみてください。ではごちそうさまでした。バイバイ。